んた、エスティリーゼに会えたの？いや、もう休んでるみたいだから邪魔しちゃ悪いと思ってな。話するのは明日でもいいだろ。そっか、じゃあ僕たちも部屋行こっか。どうした、ラピード。変な音聞こえない？言われてみればそうね。ええ、何でもシルト・ブラスティアの調子が悪いらしいんですよ。ちょい待った。待ってらんないわよ。騎士団長様だっているんだ、すぐに手打ってくれるだろう。リタが出て行って勝手するとエフミドのおかん時みたいになっちゃうもんね。まあ、気が向いたらフレンに知らせてやりゃいい。騎士団に取り調べされんのも久々で、さすがにちと疲れたな。お姫様やら殿下やらも出てきてよ。おまけに騎士団の隊長格が二人に、騎士団長まで登場とはな。フレンもここにいるんじゃ、帝都ガラ空きじゃねえか。こんなんでいいのかね、まったく。エステル、まだ帰ってなかったんだね。はい。こちらもすぐに騎士団を動かさなくてね。そうだフレン。はい。帝都に戻るまでユーリたちと一緒にいてもいいです？わかりました。ただし戻るまでですよ。はい、フレンに迷惑はかけません。なんかシルト・ブラスティアが変な音出してるけど平気か？それが気になってわざわざ顔を出したのか。相変わらず目の前の事件をユーリは放っておけないんだな。俺がっていうか、こっちの様子がおかしいのは明白よ。私に調べさせて。今こちらでも修繕の手配はしてあるんだ。悪いがブラステを調べさせるわけにはいかない。なんでよ。なんだ今の振動。まさかブラスティアか。ブラスティアに何かあったのかもしれません。行くぞ。エステリーゼ様はここに。カルボクラブで見た恐ろしい魔物は一体何だったんでしょう。あの化け物、これまでに見た魔物の中でも桁違いに強かったな。途中で逃げてくれたからいいが、最後までやってたらやばかったぞ。あんたにしては殊勝な意見ね。まああんな化け物が相手じゃわからなくもないけどさ。逆結界に閉じ込めていたのは曲がりの剣なんでしょうか。どうだろうな。曲がりの剣の連中はあいつをやるつもりだったみたいだし、何にしてもああいう化け物の相手はもう勘弁だぜ。
リタ！ちょっと離して！この子、ほっとけないのよ！エアルがバカみたいに出てる。この濃度じゃ命に関わるわ。お前だって危険じゃねえか。ブラスティアバカ。大丈夫、エアルの量を調整すればすぐに落ち着くから。元通りになるからね。危ない、今すぐ離れるんだ。市民を町の外へ誘導だ。あと姫様を含めた彼らを。はい。エアルの暴走だ。どうなるか想像がつかん。そんな、この子の容量を超えたエアルが流れ込んでる。このままじゃエアルが街を飲み込むか。下手すりゃ爆発。爆発だって冗談じゃないぞ。みんな逃げろ、急げ。姫様、エセリーゼ様。あいつ、リタ、大丈夫？エステリーゼ。アレクセイ様、よし、できた。何言ってやがる。お前もボロボロじゃねえか。すぐに準備を。彼女は私が連れて行きましょう。カロル、立てるか。うん。俺たちも行くぞ。治癒術だって無限に使えるわけじゃない。もうリタも落ち着いてる。その辺にしておけ。はい。たく、無茶ばっかしやがって。本当ですね。リタって決めたことにはどこまでもまっすぐで。人ごとにすんな。エステルも同罪だ。ごめんなさい。ここ俺が残るから、エステルはもう休め。治癒術使って疲れたろ。私、リタが羨ましいです。大切なものを持っているから。ないなら探せばいい。そのために今日は休んどけ。大丈夫です。ユーリこそ休んでください。お前が倒れたら俺がフレンに怒られんの。なら怒られてください。倒れてから変わってくれって言われても俺は知らないからな。倒れてからじゃ
代わってくれって言えませんから。どうしようもないやつだってユリは思ってるよね。最初に会った時もカルボクラムでのことも今日のことだって。今日のはさすがにビビったよな。さすがの騎士団長様もあれにはお手上げだったぜ。大の大人にだってできないことがたくさんあんだ。ユリにも？そうだね、世の中簡単じゃないよ。そういうことだ。あのさ、ユリ。ん？僕とギルドを作んない？ギルドか。そういや、その選択もあったな。考えとくよ。何驚いてんだよ。厄介事はごめんだとか言うと思ってたから。大人にもいろいろあるんだよ。ほら、今日はもう休んで明日また様子を見に来んぞ。目覚めたか。よかったな。あれほど倒れる前に家って言ったのに。分かってたんでしょ、言っても聞かないことくらい。幸せそうな顔しちゃって。あのさ、エステリーゼって私をどう思ってると思う？で、なんて顔してんのよ。自分がどう見られてるかなんて気にしてないと思ってた。いい、あっち行って。術式なんぞよりこいつは難しくないぜ。あれ、リータ、目が覚めたんですね。あ、でも油断したらダメですよ。治ったと思った頃が危ないんです。もう大丈夫よ。あと、ブラスティア使うフリもうやめていいよ。何のことです？ブラスティアなくても治癒術使えるなんてすげーよな。どうしてそれを。なんだ。あ、バカドラ。リタ、大丈夫ですか？だって怖っ。すごい音がしたけど、どうしたの？って、うわぁ！何？何なの？何だったのあれ？
大事な話の途中だったのに。エステルの治癒術に関してはとりあえずここまでな。別にいいわよ、私は大体理解したし。なに、悪いようにしないって。俺そんなに悪いやつに見える？見えるわ。ちょっと僕だけ仲間外れなの？何のことだよ、教えてよ。ま、帝都までの道中は気をつけてな。はい。忘れ物とかないだろうな。後から思い出してまた迷惑かけんなよ。忘れていったらユーリが届けてください。バカ言ってんな、さっさとフレンとこ行くぞ。そこまでは送ってやっから。あの、ユーリたちはこの後どうするんです？そうだな、ブラッド・アライアンスの足取りも途絶えちまったし。だったらこの先にあるダングレストはダメだ。今戻ったらみんなにバカに。ダングレストっていうと確かギルドの町だったよな。うん、だからブラッド・アライアンスの情報も見つかるかもなって。ここからだとどっちだ？西に行けば着くけど。なら行くか。ギルドを作るにしてもいろいろと参考になるだろうし。ギルドのために？なら行こう。ああ。フレンって騎士いないじゃない。このまま僕らについてくる？そうですね、そうしてもいいです。カロル、お姫様をたぶらかすな。勝手をされては困ります。エステリゼ様には帝都にお戻りいただかないと。フレンは別の要件がありすでに旅立った。さて、リタ・モルディオ、君には昨日のブラスティアの暴走の調査を依頼したい。あれ調べるのはもう無理。あの子今朝少し見たけど結局何もわからなかったわ。いや、ケーブモック大森林に行ってもらいたい。ケーブモック大森林か。暴走に巻き込まれた植物の感じ、あの森にそっくりだったかも。最近、森の木々に異常や魔物の大量発生、それに凶暴化が報告されている。帝都に使者を送ったが、優秀な魔導士の派遣にはまだまだ時間を要する。私の専門はブラスティア、植物は管轄外なんだけど。エアル関連と考えれば管轄外でもないはずだ。それに私はエステルが戻るなら一緒にテートに行きたい。え？君は帝国直属のブラスティア研究所の研究員だ。我々からの仕事を請け負うのは君たちの義務だ。
私がその森に一緒に行けば問題ないですよね。姫様、あまり無理をおっしゃらないでいただきたい。エアルが関係しているのなら私の治癒術も役に立つはずです。それは確かに。お願いです、アレクセン、私にも手伝わせてください。しかし、危険な大森林に姫様を行かせるわけには。それなら、ユーリ、一緒に行きませんか？あ？俺が？ユーリが一緒なら構いませんよね。青年、姫様の護衛をお願いする。一度は騎士団の門を叩いた君を見込んでの頼みだ。何でもかんでも勝手に見込んで押し付けやがって。その返答は承諾と受け取っても構わないようだな。ただし俺にも用事がある。森に行くのはダングレストの後だ。いたしかたあるまい。閣下、この結果をフレンは予期していたようだな。ん？フレンがどうしたって？エステリーゼ様を頼む。フレンからの伝言だ。よし、じゃあダングレストの町経由でケブモック大森林だね。君にやってもらう仕事ができた。騎士団長のアレクセイって人が話の分かる人でよかったね。私ももっと頭の固いイケスかないやつかと思ってたわ。ユリは面識があったんです？俺の方からは知ってたけど、向こうはこっちを知らなかったんじゃねえか。騎士団にいた時期なんてすごく短かったんだからな。どういう人なの、あの人？厳しいところはあります。でも帝国騎士の鏡のような人です。彼に憧れて騎士になる方も多いとか。俺とは縁がなさそうなやつってことは分かったわ。
ステル、ちょっと聞きたいことがあるんだけど。はい、何です？どうかしたの？さっきの、もう一度言ってもらえます？だから、聞きたいことがあるんだって。その前です。エステル、やっとそう呼んでくれるようになったんですね。ちょっとみんなに教えてきます。まあ、いっか。本当、あの子。何？エステルよ。すぐ無茶するし、やめろって言ってるのに勝手に行動するし。エステリーゼがエステルに変わったな。前からそうよ。何言ってんの？それに、なんか声の調子変わってる気がするの。気のせい。気のせいなのだ。なのだ、だって。
うるさいわよ。いいでしょ、なんでも。ああ、なんでも構わねえ。これからもよろしくな。
誰かいるぞ。リアルが流れ出した痕跡が。しかし、エアルはどこへ？それならそこにいた化け物が吸収したぜ。化け物？うん、でかいゴツゴツトゲトゲのでっかい魔物がね。そうか、ここに彼がいたのか。彼？魔物のことです？魔物か。人間がどう呼ぼうが些細なことではあるが、彼らも報われないことだ。あれは魔物じゃないってことです？そもそも魔物って何なのよ。人間を襲う凶暴な生き物を僕らは全部ひっくるめて魔物って呼んでるけど。だとすりゃあれは魔物だろ。ああ、そっか。ガキンチョの言ってるのは人間の基準でしかないんだわ。それって一口に魔物と言っても本当はいろいろあるってことです？それより今の人何してたんだろう。前にもデイドントリデで会いましたよね。ああ、得体の知れないやつだな。まあ私らには関係ないやつでしょ、どうせ。そうだね。